はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もテストステロンドバドバ出すための方法23選ということで、後半の11個ね、紹介していこうと思います。で、テストステロンってそもそも何なのとか、前半どんなことを話したのっていうことについては、昨日の動画でお話をしていますので、ぜひそちらをご確認くださいませ。ということでね、早速後半11個を紹介していこうと思います。まず一発目はですね、プチ断食っていうことですね。プチ断食、はい。で、適度な空腹っていうのは、なんとか生きていこうという体のシステムが働いてですね、テストステロン量っていうのを増やしてくれるんですよ。で、まあどのくらいのプチ断食をするのがいいかっていうと、まあ、だいたい1日に食事をとったら16時間くらい空けるっていうのは、12から16時間くらいの時間を空けるっていうのがいいというふうに言われたりしてます。まあ、一時的なカロリー不足になるおかげで、全身の男性ホルモンっていうのが活性化するというふうに言われたりしています。それから続いて、豆類は控えるっていうことなんですが、まだ決着自体はついていない話だそうなんですけれども、まあ、豆でテストステロンが下がりました、要は分泌量が下がっちゃいましたっていう話とか、いや影響はないんじゃないかっていう実験結果もあるんですけど、テストステロンが増えたとかいいとかっていう話は出ていないので、まあ、豆類を食べるっていうのは控えた方が吉なんじゃないかなっていうところです。続いて、水分補給は必須ということなんですが、体内の水分が 1% から 2% 足りないだけでストレスっていうのは増大してしまうんですね。で、これってはストレスが増えると当然テストステロンにも悪影響を及ぼしてしまうところになりますんで、水分補給っていうのはこまめにした方がいいというところです。ちなみに腹筋のその割れているところをうっすら見せたいとかっていう方に関しては、1ヶ月間水だけの生活を過ごしてみてください。で、1日2リットルから3リットルの水を飲むっていうのを心がけてみてください。コーヒー1杯飲むと、スタバだったら350円とかね、400円とかかかるんですけど、水2リットル高くてもやっぱり150円くらいじゃないですか。100円しない水もありますし、っていうのを比べたらコスパって明らかにいいと思うので、水2リットルから3リットルっていうのを1日飲むっていうのを心がけてみるのも OK です。頭良くなりますね、水飲むと。それから HIIT ヒートしましょうというところですね。まあ、バーピーみたいな激しめの短時間で行う有酸素運動というところです。まあ、これは1セット 1分から8分くらいのメニューっていうのをやるのがいいかなというところですね。はい。まあ、大体3セットくらいをやって、まあ、息が切れて上がるくらいがちょうどいいというところです。ただ、長時間の有酸素運動っていうのはあまりやりすぎてしまうとアウトになりますんで、まあ、ヒートくらいがちょうどいいんじゃないかなというところです。それから今度、ニートを増やすっていうことで、仕事を辞めて、で、紐になりましょうっていう、そういう話じゃなくて、そのニートじゃなくて、普通に暮らしていて消費されるカロリーのことを言います。で、これっていうのは特別ハードな運動をしなくても、例えば皆さんがなんかビルとかね、に仕事、職場行ってて、エレベーターに乗るっていう代わりに階段を使うみたいな、その普段同じ行動をするにしても、ちょっと負荷のかかる行動に移していくっていう、そういったレベル感のもので OK です。はい。で、続いて、オーバートレーニングの厳禁というところで、やりすぎっていうのはストレスがかかってしまうんですよね。だから、疲れた、全く体が動けないっていうような状態になりきってしまうのではなくって、ああ、ちょっと疲れてきたなっていうくらいでストップするっていうのが、まあ、トレーニングのちょうどいいところですね。まあ、アスリートだったら限界追い込んでいかないといけないと思うんですけど、そうじゃなくって、テストステロン値を上げて、体を健康を保って若々しくいたいなっていうものであれば、その別に限界値を超える必要は一切ないので、テストステロンが増えれば OK なので、減らす行動でオーバートレーニングは良くないというところです。それから続いて、フォスファチジルセリンっていうものなんですけど、これはですね、サプリの一つですね。ストレスを下げる効用があるんで、ストレス値が下がっていくと、まあ、自然にテストステロンを上げることができますんで、これはまあ名前調べてサプリ手に入れてもらえたらと思います。それから、アシュワガンダっていうものですね。これもサプリですね。筋トレの効率が上がると、効果が上がるというものになります。だから、まあ、筋トレをする前後くらいにこれを摂取してから、ふんがふんがやったりすると、テストステロン値も上がるし、筋力量も上がっていくというところですね。それから、ブロメラインというものなんですが、これはパイナップルに含まれる成分ですね。ストレスによるテストステロンの低下を防ぐっていうものになりますので、まあ、適度に、パイナップルを食べるっていうのは非常にいいというところですね。食べるならハワイがおすすめ。それから、フォースコリーはダイエットサプリとして有名ですね。これ実は、ダイエットサプリって結構怪しいところがあって、その飲んだら痩せるかっていう
と、あの減量に関してで言うと効果は期待できないと思ってください。今の体重が例えば70キロから65キロに下げるために毎日フォースコリーとか減量サプリ飲みますって言ってもそれは下がらないんですよ。どちらかというとテストステロンが増えて筋肉量が増えることによって新陳代謝がより良くなって結果的に、体重が下がる準備ができるっていうところになりますので、そういう意味でフォースコリーっていうのを飲んでみるのはありだと思います。それから、最後クレアチンというところでテストステロンのアップというところですね。筋トレと組み合わせると効果絶大というところなので、単純にプロテインを飲むだけではなくってクレアチンというサプリを飲みながら合わせて筋トレを行うというのも非常にいいのではないかなというところですね。はい、私もですね、筋トレを日々コツコツ本当にもうなんかガチでやっている人と比べたらスズメの涙というか、なんかもう比較するのもおこがましいくらい、しょぼい筋トレプレイヤーではあるんですけれども、やっぱりこう胸がたくましくなってきたと言いますかね、タンクトップを着てて、映えるような体にもなってきたのも、やっぱりコツコツやってテストステロンを出す努力をしているからなのではないかなと。やっぱり自分の体に変化があるとか、あるいは年を取った時に見た目が若い時とあまり変わらないなっていうことを実感することができると、テストステロンを増やすために毎日頑張っててよかったなって思う瞬間に出会うことができると思いますんで、やっぱり人生100年時代ね、20代とか30代の若々しい体とか見た目とかっていうのを40、50、60、70になっても保っていきたいというのは誰もが男性女性問わずあるところだと思いますんで、ぜひ今回ご紹介した23選を使いながら若々しい体を保ち続けていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画以上です。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。